はい、ということで皆さんどうもこんにちは、まるですけど、今回なんですけども、今回は、まあ以前ね、まあ肉吹きそのネザーにね、ちょっと挑戦したんですけども、まあ惜しくも、まあネザー攻略ならずということで、詳しく死んでしまってね、すべてを失ったんでね、これ見てください、マジでこれ、防具。これ見てください、頭から。火炎耐性属性1、水中サイクル、もうこれ4日から。で、これも火炎耐性5の耐久力3。で、火炎耐性5の耐久力3。で、火炎耐性2の落下耐性3の耐久力3。これでね、これでも負けることないぞと。これだけ揃えたら、さすがにマグマに落ちても助かるまである。まあ、今日の目標は、まあ、ネザー行って、で、エンダードラゴンに必要ななんか、ブレイズとかからなんか、もらえるらしいよね、なんか、いろいろね、お宝がザクザクと。うん、確かブレイズってやつ多分もしかしたらわかんないけど。で、そいつらを倒して、まあ、ちょっと、まあ、有効活用していこうかなっていう感じで、やっていこう！やらいよなぁ。ここから落ちてもあんまダメ食らわなさそう。一回食らってみるか。あー、全然大丈夫だ。これくらいだったら耐えれる。覚えとこう。で、しかも回復した、自動回復、えぐ、ちょっと待って、これ、一回食べよう。いやー、ちょろいんすわー。いや、これ、回復した、しかも。俺の回復の方が対決性は。いや、余裕だ、これ、いけるわ、今回は。いやー、これ、マジで怖えー。どうしよう、俺。ほんと無理なんだよなー、これ、多分、きっと。は？あ、びっくりした。やるしかないか。このシフトを押しながら。うわ、ほんとに待って、無理なんだけど。うわ、マジで耐えろよ。絶対小指だけは離すな。マジで小指だけは離すなよ。俺、耐えろ。そうだ、小指を離さずに前に進むのだ。これ時間かかるわ、申し訳ない。頼む、マジで。小指に限界が来るその時まで、とりあえずひたすら頑張る。こういう感じか。なるほどな。あ、やっぱ慣れだな、このゲーム、普通に。こうやってやってきゃ、だって何事もできるもんなんだな。ちょろいっすわ、ちょろげっす、ちょろげっすわ。あああっ、あっ、生きた、あぶねえ、生きてる、素晴らしい、生きてるって。よかった、近くで、しかも浅くてよかった。よし、よかった。さあ、やってまいりました。第2回走り高跳び選手権。いや、これは無理か。あっ、あかん、あかん。いや、耐えてる耐えてる耐えてる。全然耐えてる。これ、顔真っ赤だけど耐えてる。あちゃ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 。何が楽しいんだ。あ、びっ、あー、もう黒い、なんか、要素あったと思ったら、ただ暗いだけじゃ、これじゃね、これじゃね、これじゃね。ただ暗いだけかと思ったら、これじゃね、見つけた、要塞見つけたぞ。なんかを見つけてしまった。すげえ、あー、すごい、左にこうやってつけてく、あっ、お宝を発見してモンスター。なんかおるくね、なんかおるくね、なにあいつ、あいつは敵味方、工作員みたいなやつか。とりあえず去ろう。ダイヤモンドあるやん、えぐ、金の剣もある、めっちゃラッキー。こいつは何だ、工作員なのか、仲間か。いや、明らかに 敵だよなこれ、多分ね。え、ねえ、お前なんやお前、なんやお前。なんやお前、ちょっとダメ食らってみる一回。え、なんか全然、あれ、なになにこれ。あ、俺ノックつけて、いった、うわ苦しい、なんだこの痛みは、食らったことのない。いや、でもすぐ終わったわ。あ、ガッサイル、メンヘラおるで、メンヘラおる、どっかにメンヘラおる。待って、なるほど、こういう、なに、あっつ、あ、なに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 、ちょっと待って、見えない敵がいる。え、なに、え、え、あ、あいつか、あいつか、あいつがブレイズ、そんなところからも攻撃してくる、すげえな。
今時の若い子はすごいな。ここもか。やば。いたな。あっ、ミスった。あー、ミスった。ダメ食らってまったー。いぜよー。回復しろ。おらん？あ、待って、ブレイズのスポナーじゃないこれ。うわ、見つけてもうたー。ええの見つけたぞー。ブレイズ狩りできるぞー。はい。あばい、待って、やっちゃう。あー、これダメなんだ。やばい、激凛に触れた。わい、どうしたらいいんですかこれ。もう特攻隊長した方がええんすかね。甘い、甘いで、ノックバックしちゃうから。オッケー、いっちゃえた、いっちゃえた、いっちゃえた、あれ。よーし、剣で戦え。俺は剣で戦うぞ。甘いね、ノックバックさせんぞ。危ない危ない。はい、じいじ、待って、甘い。さあ来いよ、炎投げろよ、核投げろよ。オッケー、頼むで、頼むで、こっち、こっちまでおいで。ブレイさん、ブレイさん、お願い、頼むからこっちまでおいで。あかん、お前がおったら攻撃できへんねん。おいおい、チビキング。オッケー、はい。え、え、俺攻撃しちゃった、こいつもしかして今。あ、ごめんごめんごめんって。あ、お前やっちゃったか。やばいやばい、こいつの仲間集まってきたら俺死ぬ。やばい、あー、集まってきた。いや、やるしかない。うわ、もうやばい、いや、5、5分ルール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 。いける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 。違うよな、これ多分。あーあー、痛い。神は、どうせ、これ本当に、無事なんだ。俺はどうしたらいいんだ。あ、神のおかげ。多分ここから逃げるしかない。こっち行くしかない。でももうすり抜けろ、走れ、後ろを振り向くな。やばい、どうしたらいい俺マジで。あー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 やだ、もう走れない、やだえ、待って、経験値が落ちてんだけど。え、経験値これ、え、え、残ってる、え、残ってる、やば、え、嬉しい、え、残ってる。3秒ルールや、3秒ルールが適用された。さあ、じゃあブレイスロットちょっと、じゃあおめえら、おめえらの命頂戴していこうか。じゃあさあ、甘かったのは俺の方だった。絶対逃げよう。ここら辺でも湧き潰ししてあるから、ブレイスロックなんかそのスポナーのさ、できないのかな。なんかこいつはさ、上逃げるやん、これさ、上、上封じ込めたら俺の勝ちだね。お、上封じ込めたら俺の勝ちじゃん。ちょっと待ってよ、とりあえず、ずるいぞお前。わー、はめちゃってるぜー。これがはめ技っちゅうやつかな。あ、ちょっと待って、ガス、ガス食いる。やばい、ガス食いる。ここにさ、嫌だからさ。いや、やなー、こいつ。こいつ、だったらもう戻ってこいよ、おめえ。やばい、3体あこれ見えてんのかな、これ。
もう火の用心すぎる、火の用心すぎる。やばいやばいやばい、溜まってる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 。ちょっと待って、危ない、危ない、痛い、やばい、ブレーズ溜まってる、やばい、メンヘラ製造機になってる、メラメラ燃えとるかな、えぐいえぐいえぐい、あー、いや、こいつら次は攻撃するまで時間がかかる。今のちゃん、今のちゃん、まだまだいける、よ、横動き、横動きは大事。でもあと2本なんだよ、あと2本だけ、あー増えてるそれ増えてるわ。おお、エグ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 、もらってもらって、あ、あれ、もう溜まった、溜まったね、20本、オッケー。今回はじゃあこれで帰るか一旦。はい、ということで皆さん、今回なんですけども、今回はね、無事ちょっとブレイズロットの方をね20個回収することができたので、まあ山あり谷ありっていう感じだったんですけども、まあ次回はまあちょっと本当にエンダードラゴンを倒すために必要なものとかをね、まあここで集めた装備とかで、作ってって、要塞とかね、そこら辺の方を探していこうかなと思ってます。ということで皆さん、またこの動画がよければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで皆さん、またバイチャ。ここら辺だぞ、これ多分。え、待って、あれあれ、俺のエンダーパールは行かせてもらう、さあ行かせてもらおう、チクショー。